見ただけで旅気分、大人の遠足。ご覧いただきましてありがとうございます。本日の遠足は千葉県香取市佐原、北総の小江戸と呼ばれる人気観光地、水郷の町でもあり、小野川沿いを中心とした地区は江戸の雰囲気をそのままに。土蔵造りの商家や町屋が軒を連ね、風情豊かな町散歩を楽しむことができます。平成8年12月、関東で初めて伝統的建造物群保存地区に選定されました。まず駅にある観光交流センターに立ち寄ります。このチャンネルでは口コミ評価4以上、2名2食付き、5万円前後の露天付き客室の宿、雑誌やメディアで話題の宿、その付近の街歩き、実際に訪問して歴史解説を交えながらレビューしています。最後までご覧いただき、今後の旅にお役立ていただけると嬉しいです。こちらは水郷佐原の観光マップです。ここから徒歩2分くらいの観光協会で20円で購入可能です。こちらの QR コードからはウェブ版が無料です。駅前にはこんな案内板もあります。こちらは日本で初めて日本地図を作った伊能忠敬さんのゆかりの地、伊能忠敬さんのご紹介が記されています。伊能忠敬さんについてはまた後ほどゆっくりお話ししましょう。それでは観光マップを購入するために観光協会に向かいます。こちらは伊能忠敬さんの銅像、没後200年、平成30年に建築されました。観光案内所に到着です。営業時間は午前9時から午後5時まで、お休みは不定休です。観光マップの案内がこちらにも。こちらに代金20円を支払います。中に入るととても親切な方がお得情報を教えてくださいました。佐原新金駐車場では土日に限り駐車場を無料で開放してくださっているそうです。そちらが満車の場合は佐原町並み駐車場、1日500円です。観光案内所では佐原の名産品などのお土産も取り扱っています。こちらでしか購入できないものもあるそうです。佐原グルメマップや各種パンフレットなど取り揃えられています。グルメマップはとてもありがたかったです。こちらは夏と秋の佐原の滞在の様子です。佐原信用金庫駐車場に到着しました。2日前の雪がまだ残っています。駐車場を出て香取街道沿いに向かいます。徒歩5分ほどで街道に出てきます。左手に進むとすぐに今日の目的地の一つがありました。小堀屋本店です。こちらは天明2年1782年創業のお蕎麦屋さんです。千葉県指定有形文化財に選定されています。お店の方に声をかけ、呼び出しブザーで順番を待ちます。店の前で待たなくていいですよとお声掛けいただいたので、気になるお店へ行きます。まず書店を改装したさつまいもの専門店、佐原中山里屋。伊能さんが生きていた時代、焼き芋屋がたくさんあったそう。毎日お芋を食べていたとか。あの時代隠居してから学び、また偉業を成し遂げられたのは、
芋を毎日食べていたから、そんなお話も聞こえてきました。この立派な建物は芝商船です。それでは小野川沿いを散策してみます。素敵な景色ですね。お天気に恵まれました。こちらは中村屋商店。中村屋商店も千葉県指定有形文化財に選定されています。2021年3月カフェとして生まれ変わりました。さつまいもを使用した人気スイーツ生絞りモンブランがいただけます。おやつにと思っていたらタッチの差で残念、なくなり次第終了なので、お目当ての方はお早めにどうぞ。味わったことがある方、どうでしたか？こちらは千代福懐石料理のお店です。少し歩くだけでも気になる食べ物屋さんがたくさんありますね。蔵造りの街並みがとても美しいです。着物で歩く仲良しさんたちが楽しそうに散策しています。小野川沿いでは船めぐり体験できます。陸とは違った風景を楽しめる船めぐり、所要時間は30分です。予約ができないので早めのお時間が良いかもしれません。そろそろお蕎麦屋さんの前に戻ってきました。まだ呼び出しブザーは鳴りません。やっとブザーが鳴り、店内に入ってみます。創業前は醤油醸造を家業としていたようです。こちらでも検温と消毒をして入店します。店内は時間の経過を感じる建物ではありますが、とても清潔です。お店全体で江戸の雰囲気を感じます。とても上手に年月を重ねてこられた印象を持ちます。この建物は明治23年1890年に建設されたものです。昭和49年1974年3月千葉県有形文化財に選定されました。何にしましょうか。こちらはやっぱり上黒天盛り。サワラを調べていて、まず黒いお蕎麦が気になったんです。氷屋のお蕎麦は日高昆布を練り込んだお蕎麦、磯の香りが広がって他では味わえない美味しさです。まずは何もつけずにそのままお蕎麦の香りを感じます。そして蕎麦つゆをつけていただきます。天ぷらはサクサク、そして薬味を入れていただきます。創業から変わらぬ努力を続け受け継がれたお蕎麦、240年も前の江戸の方々と時間を超えて共有している、そう思うと感動してしまいます。ごちそうさまでした。いつまでも残ってほしいお店です。また訪れたいです。さて、道路を挟んで駐車場脇にあるお店が気になります。サワラ、もともとは醤油醸造を営んでいた商家がたくさんあります。そんなことからお醤油を使用したジェラードがいただけるんです。これはぜひ味わってみたい。コーンとカップを選択できます。オフホワイトのジェラード、この絶品のジェラードはお隣の休憩スペースでいただけます。
クリーミーな中に香ばしいお醤油がほんのり感じられます。スイーツ好きさんには外せないおやつです。喫煙所も用意されています。食料系のモニュメントがシンボルの中継橋の前に来ています。伊能忠敬さんのお名前を読み替えて中継橋なんです。この橋の上からの景色も江戸情緒を感じます。香取神宮と佐原を結んでいる街道を横断して進みます。本格的フレンチやイタリアンを楽しめるレストランが多数あります。江戸情緒を感じながらグルメを楽しめるのも嬉しいですね。事前にお目当てを探しておいてくださいね。佐原は川港、商人の町。階段状のこの場所を出しと言います。荷物の積み下ろしに利用され人々が行き交っていました。現在は数えるほどしかありません。当時は180箇所を超える出しが存在したそうです。活気あふれる様子が想像できます。こちらは醤醸醤油店。現在は醤醸いかだ焼き本舗。200年以上続く佃煮屋さんです。こちらの佃煮は小魚をいかだのように並べたいかだ焼き、焼きハマグリ、あさり串など自然豊かな環境で育まれた魚介類や野菜を使い、江戸伝授の製法に新しい技術を取り入れ手作りの味を守っています。お醤油の種類が豊富です。種類豊富な佃煮が小分けにされて販売されています。お醤油店が多く軒を連ねていた佐原、先ほどは美味しい醤油ジェラードをいただきました。こちらでは醤油飴、アウトレット商品があります。運が良ければ極上のおつまみをリーズナブルに楽しめますね。タレントさんのサインがたくさん飾られています。多くの表彰状に商品の確かさが感じられます。こちらでは懐かしい道具を見ることができます。見たこともない珍しい道具にお目にかかれるかもしれません。江戸の風情をそのまま残した佐原、映画のロケ地としても多く使用されています。こちらは佐原の大祭に使用する出汁。出汁についてはまた後ほどご紹介させていただきます。こちらは船が沈んでも浮くように設計された船用の金庫です。小野川沿いには柳が多数あります。現在は葉がないので寂しいですが、細く長い枝葉が垂れ下がり、しなやかに風に揺られ水に映る様子、江戸情緒あふれるこの場所をさらに美しく飾ることでしょう。次は出汁会館へ向かいます。佐原では7月と10月にお祭りが開催されています。出汁会館では実際の出汁を見ることができます。入場料は大人400円、小中学生200円です。
まずお祭りの様子を動画で見せていただきます。そしてその感動をそのままに山車を見学させていただきます。山車の最上部に5メートルほどの大人形が飾られています。これがサワラの山車の大きな特徴の一つです。鯉は麦わらを使い、町内の人々の力で定期的に交換されています。山車の周囲にご注目ください。欅材で制作された関東彫りの彫刻、重厚で豪華な彫刻飾り、間近で見る彫刻は表情豊かで躍動的です。夜になると提灯に火が灯り、その姿はさらに美しいです。秋祭りには15台、夏祭りには10台、約300年にわたり受け継がれた伝統祭り。こちらは夏秋の山車が24台揃ったお写真です。去年一昨年と中止されていたお祭り、今年のお祭りはまだ未定です。サワラの大祭は平成16年2月、国指定の重要無形民俗文化財、平成28年11月ユネスコ無形文化遺産に登録されました。2階からは大人形をガラス越しに見ることができます。そしてこちらはお囃子に使用する楽器、こちらは関東彫りの彫刻です。この大きな刀はお人形の刀です。ご覧ください。今にも踊り出しそうに感じます。お聞きのお囃子、サワラ囃子です。曲目は40曲以上あるそうです。ゆっくりとした山車の動きに合わせ、雰囲気に合わせ演奏されます。このお囃子も国指定重要無形民俗文化財に登録されています。このお祭りを守り伝えることこそが、サワラの皆さんを結束させているのかもしれません。3階に進みます。こちらでは大人形をこんなに近くで見ることができます。このお人形は仁徳天皇です。
大正11年まで山車に取り付けられていたお人形です。ガラス越しではなく、そのまま見せていただけることにとても感動しました。こちらは天狗さん、怖すぎます。旅を多くしていると、活気のなくなった錆びれた温泉街を目にすることがあります。温泉トロトロで稜線なのにとか、紅葉はこんなに素晴らしいのにとか、小さな個人の力では変わらないけれど、佐原は町全体で同じ方向を向いていると感じます。見どころが満載で、船巡りの最終便が出てしまいました。残念ですが散策を再開します。この時間になるとほとんどの飲食店はソールドアウト。先に進みます。楽しいオブジェがあります。昔ながらの商家をそのまま営まれているお店もありますが、改装された話題のお店もたくさんあり、各ショップを眺めながらの散策はとても楽しく、疲れを感じません。佐原町屋館、こちらの2階には無料の休憩スペースがあります。中庭ではペットも一緒に休憩できます。蔵があって、こちらも癒しの空間です。トイレも使用可能です。この階段から休憩スペースへ上がります。休憩をしたらまた散策スタートです。伊能忠敬記念館に向かいます。木の格子戸がとても素敵ですね。こちらは和紙の専門店。どれも温かみがあって可愛いです。絵ろうそく、匂い袋、良い香りですよね。千代紙の色も種類も豊富です。どれも素朴で温かい商品、ほっと癒されます。可愛らしいもの、美しいもの、嫌いな人はいませんね。お香も種類豊富に揃っています。こちらは紙ハンカチ。かわいい尽くしの店内、見ていて飽きません。とっても楽しかったです。お気に入りのお店になりました。先ほどからちょこちょこ楽しいオブジェが見られます。
それらも忘れずにチェックして散策してくださいね。あら、狛犬さんですかね。旧阿武蔵商店、こちらの土蔵は佐原で一番古い建物です。おしゃれな街灯です。千葉商船はレンガ造りのモダンな建物ですね。佐原の路線バスです。もう終了ですが、こちらは船巡りの受付です。この時刻の街並みも美しいですね。こちらが伊能忠敬さんの旧宅です。見学は無料です。伊能忠敬さんは17歳の時、九十九里から婿養子に来ました。お相手は5歳年上の道さんだそうです。日本地図を作ったことで有名ですが、詳細もあったそうです。婿養子に入った時、伊能家はすでに勢いを失っていました。49歳まで家業の繁栄や村の運営に尽力され、成果を出されています。その後、長男に家督を譲り、隠居を許してもらい江戸に出ました。そして自分より19歳も若い先生につき、測量を勉強します。現代で言えば定年退職をしてから大学へ行くようなこと。地位も名誉も捨て、若者に教えを乞う。伊能忠敬さんの学びへの情熱を感じます。きっと素敵な方だったのでしょうね。測量のために現在の価値で数千万円の自己資金を投入したと言われています。夢を実現するための資金が必要なのは今も昔も変わらないんですね。さて、旧宅を出て記念館に向かいます。とても穏やかです。水面に映る景色も美しいです。豊橋を渡ります。この橋からは30分に一度、ジャージャーと音を立てて落水します。ジャージャー橋とも呼ばれています。さて、伊能忠敬記念館に到着です。その前に、こちらの建物はご存知でしょうか。
亀梨和也さん主演のテレビドラマのロケ地として有名な場所、古書店さんという設定でした。こちらは伊能忠敬さんのご子孫様が経営されているカフェです。入場料は大人500円です。小中学生250円、65歳以上は450円です。伊能忠敬さんは55歳から71歳までの間に10回測量に出ています。3736日をかけて約 3.5 万キロを歩いたとされています。 3.5 万キロといえば地球一周分に相当します。距離を測るために用いたのが自分の歩数でした。毎回同じ歩幅で歩けるよう訓練を重ね計測をしました。一歩の距離は69センチだったそうです。地図が完成したのは73歳で亡くなってから3年後、ついに大日本沿海予知全図が完成しました。この後は話題の甘味処へ向かいます。まず中継橋に向かって川沿いを歩きます。中継橋を左に曲がり、まっすぐ歩きます。そして数分で虎屋さんに到着です。明暦3年の創業より続く菓子店です。門松に締め縄、真っ白いのれん、とても縁起が良さそうに感じます。消毒をして店内に入ります。紅白の鏡餅が目に入ります。次々とお客様が絶えません。店内が素敵で思わずじっくり観察してしまいます。うっすらと見えますか？普通のどら焼きの脇にとら焼きがあります。干支に合わせどら焼きの皮が虎模様になっています。いちご大福も美味しそう。伝統の技法を守りながら自信と誇りを持ち、正しい仕事を正しく行う。北海道産の厳選した小豆を香取神宮の御神水で仕上げる案。縁起物の和菓子は甘すぎず、とても美味しかったです。今回はグルメや歴史、祭り行事など楽しめました。佐原町歩き、いかがでしたでしょうか？長い動画、最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。明日も良い日でありますように。